石原純子です。純子の日本列島日巡り、今回は鹿児島県の奄美大島にやってまいりました。奄美と言いますとやっぱりその奄美に伝わる民謡、素晴らしい音楽が残っておりますけれども、そのうちの一つであります田畑芳雄さんが歌われた島育ちがこちらです。なんと立派でしょうか。このように島育ちの日というふうに書いてありますが、この裏側にその島育ちの歌詞がございます。はい、こちらになります。この島育ちといいますのは、田畑芳雄さん、バタヤンこと田畑芳雄さんが昭和37年に、たまたま東京の、新橋にあります沖縄料理屋さんに、入られまして、それで、この音楽、奄美の音楽を聴いて心がしびれたというのが有名なお話なんですけれども、この島育ちって言いますのは、実は昭和14年にこの作詞をされましたこの有川邦彦さんがすでに作っていらっしゃったんですね。で、戦前から愛称されていたということなんですけども、なかなかレコード化されませんでした。この、田畑さんが歌われる前にですね、大島ひろみさんという方が、昭和34年に、歌われておりまして、その後の37年に田畑芳雄さんが、みんなの反対を押し切って島育ちの、レコーディングをしたというお話を伺っております。そもそもこの有川邦彦さんという方が、東京に昭和14年に、上京されまして、作曲家の三海実さんと、お会いして、その時にこの曲が出来上がったんですけども、なかなかレコーディングまでには至らなかったと。そして、有川邦彦さんは残念ながら、田畑さんが歌われる時にはもう亡くなられておりますけれども、この歌詞、この文字もですね、その有川邦彦さんが、残された文字をそのまんまこの歌詞の方に残されたということなんですね。非常に軽快で聴いていると心がふわっとするような、そんな歌になっていますよね。また田畑さんは、この実際にこの奄美大島の方に、講演をしにいらしたそうなんですけども、その当時はまだ奄美空港がなかったため、鹿児島の港から、客船に乗って14時間ですかぐらい、かけて、こちらの奄美大島にやってきたそうなんですけども、なんと、港では、島民の皆様およそ1万人近くの方が集まった、それぐらい島の人たちからすると田畑さんが歌ってくださったその島育ちっていうのがどれほど大事なのかっていうのがこのエピソードで伝わってきますよね。また、同じこの島育ちというタイトルで映画化にもなったそうです。この島育ちが火付け役となり、沖縄民謡やそしてこの奄美の歌たちが、どんどんとヒットしていったという、こういったこの島の歌って言いますと、私も五島椿を歌っておりますので、島育ちのようにですね、私の五島椿も島の、歌になってくれたらいいなと、頑張っていきたいなと思います。